はい、でも実は本日なんですけれども、フリオソレジェンドカップ、こちらの最終決算を取っていきたいなと思います。えその前にですね、えー、8月の27日火曜日に行われましたブリーダーズゴールドカップなんですけれども、えー、本命デリカダが2着、対抗のオ、えーサム・王様リザードが1着、そして白三角に挙げましたドライズが3着ということで、まあ、的中したんですけれども、勝ったばきに関しては、 えー、この3頭の3連複1点で、えー、馬券を購入させていただいたので、まあ、完全的中ということでね3連覆、まあ、ちょっとお金なくて500円しか買ってなかったんですけれども1万2500円ぐらいになったので、まあ、非常に、まあ、自分の予想が良かったなと思っております、えー、この調子でですね、まあ、今日と明日熱中症あるので,で土曜日日曜日 中央競馬で重症あるので、まあ、そちらにうまくつなげていきたいなと思います。それでは早速、本命からいきましょう。本命は、何はさておき、こちらでございます。はい、えー、まあね、マイルからの距離延長ということになるんですけれども、まあ、ここは、えー、正直プラスかなと思いますで。地方に来てからパーフェクト連帯というところで、まあ、非常に安定感ありますし、まあ、距離延長した時のパフォーマンスっていうのはね、上がってるんですよね、前走と比べて。 というところで前走 1600m から 1800m に距離延長してきているここは解読期かなと思います前走もね道中最高峰からレースを進めて残り 900m800m くらいから <coughs> 押し上げていっての2着というところで最後までねよく伸びていたなといった印象を抱いております能力は確かかなと思いますので先行できれば面白いのかなと 思いますし個人的に2走前ですね G1 馬ライトオリアと0.1秒差で走れているっていうのがね非常に評価していますでその後ね、えー、川崎記念ではもう超重い印をライトオリアに打って二等軸三連単マルチで26万当てたんでねそのぐらいやっぱり G1 で三連単軸にするぐらいライトオリアを評価していてその馬と0.1秒差っていうところなら本当にこの馬も 評価している頭になりますでモーリーも継続騎乗で乗ってくれますし、まあ、いつも通り先行ができれば、まあ、十分チャンスはあるのかなと思います。え対抗ですね、デュートバンにしました。まあ、前走58キロを背負ってしっかり勝ったというところでかなり評価できますし、まあ、今回ね、まあ、周りも下がるんですけれども57キロになるというところで1キロ軽くなるのはプラスかなと思います。まあ、ただ距離延長というところが、ね、マイナスになってくるのかなと。 思います。で、地方の移籍してから、まあ、今まで掲示板外したことないんですけれども、1800メートルに関しては馬券外になっております。2層か3層してたんですけどね。はい。なんでね、まあ、マイルがベストってところは間違いないんですけれども、まあ、ただ前走ね、まあ、勝ち方見ると1008でもいけるのかなとは思いますし、まあ、前走本命にしておしい馬券取らせていただいたのでね。 ま、ここでも思い知るしは打とうかなと思います。で、こちらもミカポンを継続で乗ってきてくれますし、引き続き注目かなと思います。えー、黒三角ですね、えー、林蔵チャンネルにしました。まあ、ここに0の競馬がね。なかなか強い内容でしたし。しまあ、勝ち馬ホビーズムに関してはね。まあ覚醒したという案ばかりにまあ、強い内容でしたんでね。まあ、これ致し方ないかなと思います。 18歳の割にはね本当によく頑張ってくれてると思いますし、まあ、船橋でもある程度走れてはいるのでまあ問題はないのかなと思います。で距離延長ですね前走マイルから1008になってここがどうかなというところではあるんですけれども、まあ、前世紀なら1008、2 0 0でも <laughs> 連勝はしていたのでまあそんなに不安はないかなとは 思っておりま,すまあただ最近ね本当にマイルしか使ってないんでね本当に不安っていうのはあるんですけれどもまあそれと同時にねこの距離延長で化ける可能性っていうのもあるのかなと思いますのでどう転ぶのか、えー、非常に楽しみにしている糸ですで、まあ、本んは白三角行くんですけどもその前に、えー、おすすめ穴をまいかせていただきますその名もスマッシングハーツこちらでございます えー、現在ですね13頭建て13番人気最下人気で228倍の馬なんですけれども、まあ、この馬ね地方移籍して2 0名っていうところで、まあ、非常に軽身が期待できるかなと思いますで上位時代では、えー、テオ・キンズやデシエルとギルデッド・ミラー相手に前線してますし、まあ、GI でも7着に入るぐらいの実力馬ですからね 非常に能力っていうところ。では、も、ま、う、あ、ここでも抜けていてもおかしくないかなと思っています。で、えー、前走ですね。まあ、有利な。ババアだったんですけれども。まあそれを候補からレスしてまあ、大差の再開ということでね。ま下位予想がないように見えるんですけれども、本当に。一度使った経験っていうところと、も、ま、う、あ、この図で変えるのかっていうまあ、ロマンですよね。まあ、冊子が決まれば。 一撃あってもおかしくないぐらいの、まあ、馬にはなってくるので、まあ、少し、まあ、オッズ的にもね全然つかないと思うので、まあ、馬券握っといても面白いのかなと思いますであとまあ個人的に何、まあ、でおすすめするかというと中央の時からですね、まあ、幾度となく本命にしてきた馬なのでまさか地方重症程度で、まあ、最下位人気で買えるのであれば、まあ、全力とまでいかなくてもね、まあ、少し勝っておきたいなといったところで挙、えー、げさせていただきました はい、白三角いきましょう。イグザルト、ギガキング、ヘラールド、バローズ。えここまで印しましております。まあ、今回ね、まあ、他にもアドマイヤルプスであったりヘラ、ヒロコールなんかいますけれども、ちょっとこの辺まで印しましてしまうと、ちょっと人気サイドをね、本命対抗に置いてますので、取り組みになってしまうのちょっとさっき言った結果にはなっております。はい。 というわけでね、こんな感じで最終結論でございました。モドイチー案競馬の、ね、成績員で今7000連続的中ということで、まあ、乗りに乗ってる、いい波乗ってんねーっていう感じなんでね、ぜひ皆さんも一緒に乗っていただければと思います。それでは、お疲れ様でした。